今年のお正月は穏やかなお正月で、ご家族ごともいいお正月ではなかったかと思います。今年は冬年で、相場の革命に犬は笑うということがあります。犬年は景気がいいということの言われるようです。ちょうど去年の今頃は、トランプ大統領がまさかの大統領ということで、2万円ぐらいだったかなと思います。昨日、おととい昨日と、大発売では700円超えて、また250円でしたけど、2万4000に迫る勢いです。株価は景気の先行指標と言われます。それだけ世の中が、景気はいいだろうと、そこが大だろうと皆さんが考えている表れの一つでもあります。アメリカはトランプが野党の大型減税を実施しまして、大変アメリカの景気は堅調ではないかと私も考えます。金利も上がるでしょうし、多くの投資が期待できます。日本もオリンピック関連のインフラ整備で、東京関東圏を中心に、特に建設業は大変、公共鉄道ではないかと思います。我が東部地方は、3.11 の未曽有の東日本大震災から7年が経過しました。私どももおかげさまで、第67期は大変素晴らしい成績を収めることができ、今日ここにお集まりの皆様のおかげと感謝しております。宮城県は、ほとんど、公共事業が終わりました。残っているのは一部、小名川、南では閖上、その辺でしょうかね。あとは福島県沿岸、岩手県沿岸、この辺が今からの仕事がまだまだあります。昨日ですか、スタッフ様のところ、35件ぐらい、税込さん回りました。私の皮膚感覚では、大きく2つに分かれています。忙しいところと仕事がないところとはっきりしてきました。私どもは、大和ハウスさん、鹿島建設さんをはじめ、スーパーゼネコンさん、そして熊谷さん、西松さんなどのトップ10の会社に、重点的にそちらのお客さんを、開拓していこうと考えております。そしてまた今日多くのリーダーとお客さんにお入りいただいてますが、我々のこの職人力を持って、民事のいわゆる住宅で困っている方々の、お仕事を我々の施工力を持って一つ一つ、丁寧に、解決していきたいなと思っております。どうか今年も、涼やかなものに支援を賜りますようよろしくお願いします。もう一つ、私の弟が自分の函館でモンテマルという、
牛タンをやってましたら、ちょっと体を悪くしまして、で仙台で、去年手術しまして、大変な手術だったんですが、本当に元気になって、ちょっと今日来てます。まあ、職人さんたちもよく、私と28年一緒に仕事やってきましたので、分かってる方も、はい、いると思いますね。ちょっと元気になって。私の弟の中堅寺で、もっとうちの銭湯をやってまして、28年間、仕事やってきました。どうか、返事にも声をかけて一つ、昔の馴染みを一つお願いします。あと最後にもう一つ、理念と事業で、まあ私もいろんなことを考えてまして、まず地下鉄、東西線に乗っていただきたい。そこにですね、私の漫画が突然出てきますので、そういう、広告も出しています。それともう一つ最後にですけど、2月の12日、月曜日、これは祭日ですね、学生ナンバーワンの早稲田大学のハイソサイエティオーケストラというのを呼びます。2年と主催で、またやりますので、ぜひ皆さん、聴きに来てください。まあ、素晴らしい演奏が聴けます。ぜひ、経済、文化を通して、本当にこの仙台市の盛り上げていきたいと思いますので、これからこの1年、涼やかなものを一つご支援、よろしくお願いします。私がいつも言うまでもないですけども、この楽しませたいとか、喜ばせたいとか、役に立ちたいとか、手助けしたいとか、そういう気持ちというのは、すごく商売の原点だと思うんですね。鈴屋花物の社員の方々は、この商売の原点を自然と学んで、それをまた伝承していっているという、素晴らしいことだと思います。ぜひこの伝承をですね、続けていっていただきたいと思います。鈴屋花物さんの社員の方と、名前を出すと個別になっちゃいますので、あえて出しませんけれども、社員の皆さんと、職人の方々と、すべてが素晴らしい方々にやっていただきまして、本当に嬉しく思っています。この話は、関係者のおられるところだけではなくてですね、関係者のいないところでも、今後機会があれば、リフォームをするなら、鈴屋さんに頼んだらいいよということを言っていきたいと思いますので、今後もどうかお客さんのためを持ってやっていただければと思いますので、どうかよろしくお願いします。今回本当にありがとうございました。鈴屋花物並びにご列席の皆様のご多幸を記念いたしまして、せーの、ご覧の方、ありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
I'm not afraid to go.
んですね、なんか山食べるのがうまくなってですね、今日もなんかいろいろ聞きましたら、あの駅伝の順位とか、あのラグビーのベスト4とか、片や北朝鮮のミサイルの名前とか、なんか皆さん、あの予測してきてるんですけど、そうはいきません。ちょっと難しいですよ。で、これですね、1問だけ出します。それで、裏側は、トイレはダメです。スマホで皆さん調べますからね、ダメです。だからもう、便利禁止。で、立ってあるのもダメです。で、宅で、皆さんで、相談して、知恵を絞って、お願いします。それではですね、2017年、この最近の世相を表す川柳を言います。で、その、過去何々をっていうのを当ててください。で、これは宅内で、相談してください。で、隣に聞こえないように何か立ってのを入れてやってください。言いますね。物忘れ、何々を防ぐ、防ぐを飲み忘れ、はい、酔っ払ってました、すみません、ごめんなさい。物忘れ、防ぐ、何々を飲み忘れ、物忘れ、防ぐ、何々を飲み忘れ。物忘れ。物忘れ防ぐ、何とかを飲み忘れ。わかりました？カトくん、カトさん、パパ、わかりました？じゃあ、あなた自分のこと考えたくない。2017年、最近の世相を表す川柳です。物忘れくさんで、何々を飲み忘れ。何を飲み忘れたんでしょうか。
タジオに上がってください。はい、全員早くやってください。まあいいや、全部集めて集めて、チームで、ね、優勝しました。メダルタグ、あとジャンケンリンゴで優勝しました。
初めての派遣も、キャリーオーバーということなので、まあ、来年はですね、ぜひともまたこのメンバーで、新年を迎えて、大いに盛り上がっていきたいなと、というふうに思っています。また、四十四銀行の江村支店長様をはじめ、柏木建設の設楽様、最初の年頭の挨拶では、まあ、私たちもですね、本当に求めています、変化、スピード、対応能力、それをですね、本当に、多めの言葉をいただき、感謝しております。美和子さんの皆様にも、毎年のことながら、素晴らしい演奏で、この場に花を飾っていただき、本当にありがとうございます。毎年のことながら、この新年の場で、言っていることは一つあるんですが、昨年も、それでは創業以来、過去最高の成績を収めましたという言葉をですね、今年、4年連続して、この皆様の前で、お伝えする予定でしたが、残念ながら、あと一歩のところで、達成するところができませんでした。まあ、力及ばずですね。ただ、18年経って、この立ち上げてきた日本事業、リネットに関しては、文字通り、おかげさまをもちまして、過去最高の成績を達成することができましたし、また、昨年ですね、10代の新たな3名の若い力が加わり、うちの会社としては、変化で、バランスがとても良くなってきたなと、そういうふうに自負しております。今年ですね、さらなる、飛躍の年とするためにも、皆様方、特にですね、協力会社の皆さんの高い技術力と職人力、また今夜メーカーさんの力をもとに、ワンステップ上の素材を目指して今年も頑張っていきたいと思いますので、さらなるご協力とお指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。本日は、最後まで、長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。今年っていうか去年私は大病して仙台に函館から仙台に戻りましたが本当に、戻ってきてよかったと思います。涼やかなものの OB として涼やかなものがますます発展することを祈って私の挨拶に返させていただきます。